早いけど。そうです。明日は誕生日イブで。そう、今日はサイドポニーにしました。くしすごいでかい。テカってる。これで縛る。樹形動画裏話お願いします。だって裏話特に特に何裏話なんかでも私冬眠してて LINE 全然開いてなくてそれでひなちゃんに、ひなちゃんだってひなに「えかえりちゃん生きてる?」って連絡が来て、「あー生きてる!」って「動画送るね」って言って送りました。あとあの動画は、クラッカー、ここにあるクラッカーを使いました。これは書いてあるんだけど、その時気づかなくて、音だけクラッカーらしくて、なんか私のイメージだとクラッカーした時になんかキラキラ紐とかさ折り紙とか出てくるのかと期待してたんですけど、何もなんか煙しか煙と音だけしか出ないくて、で音がさ TikTok 入らないからTikTok 入らないからなんかただ持ってるだけみたいになっちゃったんだけど、はい、そうです。あのあれはクラッカーをした図でした。はい、そうなんかね、あのみんなと同じ感じだったら火のも使いづらいというか、なんだろうな、同じ感じになったらあれかなって思ったので、なんかあのクラッカーしようってとっさに思いついてクラッカーしましたね。そういえばこれ音だけだったなっていう感じですかね。とっさにクラッカー出会ってくれてサンキュー。なんだっけ、1K フォロー、10K フォローありがとうみたいな感じだよね。でもすごい、あのひのちゃんはあの編集がすごいもう大得意で、あのいつも研究生のね動画を作ってくれるので、本当にあのお世話になってますお世話になってます、ありがとうございます。本当にいやー、あんなクオリティ、あれもう業者レベルじゃない業者の方に頼むレベルだと思うんですよ。ひのちゃんはもうそっちのプロ、アイドルなんですけど本当に そちらへんそっちの方面のプロでもあるので、なんかこれからも、ね、ひのちゃんにあの業者レベルなのでいっぱいお願いしましょういつもありがとうひのちゃん、すごい助かるんですよ声好きだって、ありがとうそうです、アイドル、もちろん本業はアイドルなんですけど、あのちょっと副業でひのプロ、そう、ひの三村プロだよ、三村プロすごいもん、本当に本当に副業はダメだけど副業だよ、もうすごい、もうプロ業者並みなのでクオリティが本当にすごいなって思います。そうですね、この場をお借りして感謝申し上げます。すごいよ、
プロは、え、カイリプロ何がプロなんだろう私本当にみんなすごい。いやもう個性があるしね、得意なものがさちゃんとそれぞれあるから素晴らしいんですよね。研究生おじいのプロってなんかペコペコするみたいじゃんペコペコするね、プロプロ本当にすごい。あの束ありがとう。なのであの受験フォローぜひまだ見てない方は見てください。あとコメントなどもはいぜひしてください。なんかファンの方であの2つに1投稿2つに1回ぐらいの、うん、2投稿に1回くらいの確率であるあるなコメント欄なんですけど、あのコメント欄に間違えてファンの方のコメントにコメントしちゃってる人がいる。でもしかも気づいてなくて、なんかあの私たちの投稿の感想をファンの方がある派の方が言ってたあの何リプみたいなことになってるのは、私あれ今までで10個ぐらい見てるんですよ。10個ぐらいかなちょうど。そうなんでさってごめんなさい笑っちゃいました、笑っててました。なんかいやあるあるだと思うんですよ。私もえどういうことなんだろうって思ってたら、あのそのコメントするときに先にそのしてるコメントをタッチしてからコメントしちゃうと必然的というか、なんだろう、そのままその方にリプみたいな感じになっちゃうだから例えば研究生いいねってやつに、研究生いいねっていうやつに〇〇ちゃんかわ、あ、なんだろうな、なんかリプだけど、でも私たちも全然見れるのでいいんですけどそう、いやそれはね研究生アカウントのあるあるだなって思って、いや探せばありますよ、探せば、気づいて消した人もいるかもしれないけど、ある、たまに2つに1個ぐらいある、2、3個に1個いいよ面白いサイドかわいい、ありがとうサイド。パソコンだと謎が TikTok にコメント、え、そうなの、パソコンコメントできないの、おうおうおうTikTok よろしくお願いします皆さん、よろしくお願いします。お部屋の掃除終わってないですね。ちょっと机の上はまあある程度片付いたけど、なんか私掘り出して掘り出して奥の底の根っこからあのお掃除したいタイプなんですよ。表面上だけだじゃなくて、なんかもう奥の奥の底の根本的なところ掃除したくなって、なかなか進まないの。だからちょっともうまだまだかかるうん、そうなんだ、そうなの、もう元のところから綺麗にしたいってなっちゃってね。あるある終わらないね、そう終わらないのよ、そう徹底的に綺麗にしなくちゃから、でも掃除あのそんなに嫌いじゃないので嫌いじゃないから、いいかなーって。 A 型っぽいって、いや A 型っぽいですかでもなんかすごい、私が A 型って言うと意外って言われるの。私 A 型なんです、こう見えても。基本的にそう、そんなに足の踏み場がないとかさなんか家の外まで溢れてるとか全くない、ちゃんとちゃんとなんだろうちゃんと
普通の部屋なんですけど、なんかさ、小中高の荷物まだちょっとずつあるし、あとメイク道具とかスキンケアとかも私の部屋にあるから、だからどんどん増えちゃう、物が増えちゃって、そう A 型だよ。私でもひなのうちの清掃員なので、私がむしろ私が清掃員だから、うん、でも捨てると思ったら捨てます。うん、捨てると思ったら捨てるかな、うん、でもね、思い出がね染み込んでるとなかなか捨てられないよね。そういう時は相談。何？祭りありがとう。祭りありがとう。ありがとうございます。クラッカーもありがとう。だからお掃除はそんなに苦ではないかなみたいな感じかな。ソルメの好きなパーカー着たい。お買い物は計画的に進めるタイプだと、基本私一人でお買い物をほとんどしないんですよね。はい。私だから計画とか全くないです。ないです。長岡の花火テレビで見てた。あ、そうやってたんだよね。わかるわかる。長岡花火来年ねあると、昨日だったね。昨日だった。ツイッターにさ、その長岡花火を載せたらすごいフォロー外、フォロー、私のことフォローしてくださってない方からのいいねがすごい多くて。びっくり、嬉しい、かわいい、ありがとうございます。すごいね、びっくりしました。やっぱりでもそれほどさ、あ、その花火いろんな方にね知っていた、なんだろうな、関心を持たれているんだなって、長岡花火がすごい嬉しかった。え、そうなの、なんかそのファンの方って結構推しメンのアイコンだったりなんとなくわかるんですよ。NGT のファンの方かなとか48のファンの方かなって分かるんですけれども、なんか分からない方がこうドドドドドンっていらっしゃって、ほんって思ってねクリックしたら、あ、私のことフォローしてくださってない方だって思って、なのでそう、多分新潟の方とかがあのいいねしてくださったりリツイートしてくださって嬉しいって思ったね。ね、そうだね、偉大さ、偉大さだね。長岡はね駅も大きいし、うん、偉大だ、だってそう偉大だよね、本当に地元愛。そう、アイコンでわかるな。ペットとかあと乗り物系とかで、推しメンのアイコンとかが、推しメンのアイコンとか推しメンの絵とかサインとかが、皆さんの特徴それでもしかしたらそうかなっていう時はありますね。あ、それで今なんかインスタグラム質問やってるのでぜひください。なんか思ったんですけど、あのインスタグラムの質問、なんか1ページに1ストーリーに1個だとその方になんかあなたの引用しましたみたいなの来るじゃないですか。でも複数
の質問を1ストーリーにまとめるときは、通知が来ないんですよ。それ1回1回保存して次の保存して次のってやってるので、あのみんなが見えてるのは画像なのだからね、あの通知が来ないので、けどでも引用させていただくと多分そっちの方が多いと思うので、あのね、複数載せると文章がちっちゃくなるんですけど、文章の方を見ていただけたら、あ、これ自分が書いたやつだったっていうことが あると思うので、はい、そうなんだ。なんかやり方としては、その1ページ目募集したところからこう一覧になってるところで押して、その方となんか画像とかね絵文字つけたりして、ストーリーするんですけども、なんかその際に複数するときは、その方の質問を一回スクショとか画像で保存して、でまた次の人のやつくっつけて保存してっていう風にやってるから、その画像に見えてる質問のやつとあの通知が結びついてないんですよ、ただの画像なので。なのであの文章という質問の内容とかをね、ちょっとお手数なんですけれども見てくださったらあの嬉しいです。はい、でちょっと今あの一個一個確認しながら投稿してるので遅くなっちゃうかもしれないんですけれども、遅くなっちゃうかもというかゆったりゆっくりになっちゃうんですけれども、あの明日も続くので今のうちに。そうなのよ、確認大事、その通り、その通り、生きるって素晴らしい。村民プレゼント何あげようか、村長さん、あ、私村長のプレゼントね買ったのよ先月、先月買ったのに、あのアベマの時に私そびれたんですよこれ村長のお誕生日プレゼント、村長にはあのお洋服をトップスを購入したんですよ。でなんかそれにもちゃんと意味があって、あのはるかはピンクがすごい好きじゃないですか、結構ラブリーな感じなんですけど、多分それは本人もゲットすると思うし、なんか私的になんかもう高校生だからちょっとピンクから一旦離れていただいてラベンダーちょっとピンクよりグレード、あの大人っぽくなったラベンダーのお洋服をプレゼントしたいなって、ほぼピンクやんって感じなんですけど、ピンクよりはちょっと大人っぽくラベンダーのお洋服をプレゼントしようと思って、でまだ渡せてないなんかそう、こういう黒系とかさ、こういうなんだ編み編みみたいなのにもしようかなって思ったんですけど、でもそれはまだちょっとはるかじゃないなって、オフィシャルとかはまだ、いやちょっとまだはるかじゃないかなって思ったのでこれにしたんですけど、半袖なので何しろ半袖なので早めにお渡ししたいなって、だから結構安心して着れる形安心して着れる形なんですよ。あ、ありがとう、ひまわりとお祭りありがとう。だから早く渡したいなっていう感じですかね。そう、かわいいの、まだ開けてないけど、なんかさ安心して着れない形っていうか、なんだろう、なんか大人っぽすぎない感じがいいなと思ったので親目線、ちょっとなんか姉目線みたいな感じから、そう早く会いたいなっていう感じです。はい22分そんな感じです。そうだね、誕生日仕様になってる、素敵素敵、やった、
待ってこれ腕時計って言っていいのかわからない腕時計なんですけど、これはあの昔試験用に買ったやつだから200円だったの200円だったんです。腕時計として活用してないんですけどそうなのよ、持ち込む、そう持ち込むやつリーズナブル、そう学生の、学生じゃないかな、いつだったっけな、買ったの、なんか外で試験というかなんだろう、外で筆箱とかに入れといて書き物とかする時とか見るみたいな、そんな感じな感じな感じ、そうたまになんか携帯見るのちょっと失礼、失礼じゃないけど携帯出して見るんじゃなくてっていう時あるじゃないですか、その時にこれ活用します。そうなんだ、 TPO かな、なんだその時とバイト場所感じですねあーなんかもう明日でちょっと10代最後なので、でなんか結構質問とかにも10代最後に何やりたいとか、逆に二十歳になったら何やりたいみたいなものをいただいて、もう正直にやり尽くしたというかやり尽くしたっていうのは違うんですけど、なんか今すごい自分が NGT にさせていただいて好きなことを、なんか楽しいことも嬉しいこともさ、悔しいとか辛いとかもひっくるめて全部それも自分の好きなことなので、好きなことを毎日こうできているから、なんかそんなに10代のうちにやっておかなきゃみたいなのはなくって、あ当日 KP したい、なんか好きなことをできてるなっていう10代でしたね。でも終わってるみたいなそんな感じで、でも強いて言うなら、本当に本当に強いて言うならちょっとコンタクトを入れてみたかったなっていうのはあるコンタクトしてみたかったよ、でもそれはそんなにかなそうなんだ、でもね本当にこれだけは見たいな、後残りしたものとかはないかな好きなことこの年まで、この年までこの年でも、なんかもう家族と皆さんのおかげで好きなことができているので、今一番やりたいことが NGT なのでって考えると、なんかコンタクトのこともちっちゃく見えてきちゃった、あ心残りだ、そうそれだ、ごめんなさいそれだ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 、心残りないんですよね、なのでグレちゃんの教育だって、それはでも二十歳になっても全然ないかなって思いますね。でも本当にこの今活動ができていることに感謝だなって、なんかたまにいろいろ昔のこと、昔の自分どんなことしてたっけなとか、どういう心境だっけなって考えたら、なんかもう高校生の時はもう一回一回のショールームがすごい勝負みたいなところがオーディションだったのであって、
一回一回が勝負みたいな感じでしたね。ショールームしか SNS なかったから本当になんかもうショールームひたすらショールームやるしかみたいな感じだった。だからなんか今はこうメンバーとしてショールームをしているのであの時とはちょっと違う感じなんですよ。正直違う感じでショールームしてます私。あのよくいい意味で、うん、そうなんだ、うん、確かにね。そこを通っての今があるので全然ダメじゃないんですけれども、あの時のショールームにかける気持ちはねなんかもう忘れられないなって思いますね。強くなったなってないよ。うーん、でもあの時はなんかもう先が見えないじゃないですか。もう自分がまさかさ NGT になれるなんてもう 0% 本当に思っていなくて、でなんか投票方法もどうやって決まるか、選考方法、最終選考方法もまだ公表されてなかったので、私大丈夫かなっていうのは常にあったんですけども、このショールームのコメントとかで励ましてもらったりしたので、なんか今もショールームはすごい大切なコミュニケーションツールというか、コミュニケーションツール、自分を発信できる手段だなって思ってます。本当にそう、ファンの方が投票って、ショールームで投票って、ま、そんなシステムあった、ボールってそんな何十個もあったっけみたいな。おーって言ってました。びっくりしたけど、したし、なんかこうその当時はわからない方はちょっとね、初めて聞かれると思うんですけど、なんかコメント欄その時はなんか大丈夫だよみたいな、投票するよとかも嬉しいことにあったんですけれども、なんか本当に自分が入れると全くもう本当に思っていなくたのでって、なんかさ、フォロワーが重要なのかなとか、ルームでなんかねフォロワーが重要なのかなって思ったりして、ね、フォロワーを上から自分の順番数えて、あれ私いや入らないんじゃないのかなって、その時見えてるのがフォロワーの数字だったので、フォロワーさんの数字だったので、あ、なんか上から数えた時に私、おー、これ多分入んないんじゃないかって思ったりさ、ね、その73番のボールがあるから、え、それもうすぐなっちゃったらどうなるんだろうとかさ、そういうのを考えてたりして、だからショールームは本当にこのね、このアプリは本当に私にとって思い出のある、思い出ありありの、私が加入したきっかけと言っても過言じゃないぐらい重要なアプリなのでね、そのアプリで私は自分で明後日21時から生誕祭を開きます。そうだね、人生変えたアプリだ、すごい、うん、あ、でも人生結果変えてくれたのはファンのみんななんだけれど、なのでね、そのアプリで自分で生誕祭を開く。でもなんかちょっと自分で開くっていうの恥ずかしくて、なんかみんなが期待してるよりはちょっと小規模かもしれないんですけど、はい、配信するので21時に集まってくださったら嬉しいです。いつかで、明日も前夜祭も21時からなので、夜って感じなんです。ぜひ、お越しください。はい、ということで今日も、ショールームを見てくださってありがとうございました。あー、もう10代が、なんか今日もすごい10代が
終わっちゃうとか20代になっちゃうとか大人になっちゃうとか人生がとかもうそういうの考えたらなんかもうどんどんナーバスになっちゃって本当は喜ぶはずなのに、でもまあそれは多分一人で考えすぎちゃったからであって、みんなと一緒なら楽しく年取れると信じてるので、はい、よろしくお願いします。ということでバイバーイ、バイバーイ、ありがとうございました。おやすみ、あ、ひまわりありがとう、パカン